はい、関係ない台風でも本家ソーキそばガーブソかけました。低芸いろんな芸能人来てるね。草薙剛さんも来てます。ガーブソか食堂結構チェーン店あるよね。はい、こんな感じでメニューがあります。それにしても久しぶりに来たな。子供の時以来かな。こんな感じで定食とかもあるよ。はい、ソーキそばジューシーに生姜をちゃんのせ、めっちゃのせてく、これがいいね。はい、高齢グースいっぱいだよね。大好きで二日酔いには高齢グースよ。最初とりあえず高齢グース入れないでまず汁飲んでみてね。はい、いざ実食、いただきます。あんまりだな。はい、そばもう行きます。一番何も入ってない普通。はい、早期普通だね。はい、ジューシー、ジューシーはちょっと美味しかった。一生美味しかったよ。はい、そば食べたところでデザート食べようかな。はい、デザートの、まかないカレースープ付き。はい、一応スープにも入れるわけよ。コーレグース茶色、青森の匂いが嫌いだわけ。カレーもさ、これ普通だったやって食べるのも美味しいよ。普通よりちょっとしたかも。個人的な意見です。コアチーサービター